高校野球進む脱丸刈り、2ブロックも選抜出場球児らが選んだ髪型。選抜も髪型の自由化の風が吹くのか。作家の甲子園は高校球児の頭髪に注目が集まった。エンジョイベースボールを掲げ、107年ぶりの優勝を果たした慶応神奈川をはじめ、複数の代表校が脱丸刈りを進めていた。あれから約7ヶ月、開催中の第96回選抜高校野球大会の出場校に、髪型について聞いてみた。開会式で選手宣誓をした青森山田の橋場康介師匠の髪型は、トップを長めに残し、サイドを短く刈り上げる若者に人気の2ブロックだった。青森山田は2017年頃から脱丸刈りにしたという。橋場師匠はルールは校則と同じ。中学は丸刈りだったので、高校になって伸ばせると聞いて嬉しかったと素直に胸の内を明かした。田辺は加山21年度から丸刈りの強制をやめた。大会前にエースの寺西康介投手を除いた選手が自主的に丸刈りに。寺西投手この野球部に入った時から、坊主はやめておこうと決めていたので、坊主はしないです。八戸学院光星青森中井宗元監督坊主頭のこの子ら、偉いなって。楽しいこともたくさんあるし、やりたいこともいっぱいある。でも、散髪にお金がかかる。親御さんに負担をかけたくない。坊主が嫌で野球がということもあるが、それならうちに来なきゃいい。それぐらいの思いでないと、簡単に甲子園には行けないよと言っている。作新学院栃木小針高弘監督うちは坊主でやる。周りの学校がどうとかは気にしていない。京都国際小牧憲嗣監督強制はしていないが、月の初めに3ミリに刈る。昔から、うちは自由にしたらラインを入れたり、茶髪にしたりしてくる。選手からの要望は一切ない。工業広島高尾響投手丸刈りでいいです。工業が今まで培ってきた伝統がある。そこを自分たちで壊したくない。また毛の話をしてる。パンチパーマ似合うぞ。丸刈りだと体格含めてすぐ野球部ってわかるからな。やっとかよ。20年遅いわ。